こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さて何が行くのでしょうか。カワチトリビュート前に行きそうです。ハライールそれに続いています。さらにはグランブルース、2番ストーミーロンド、その後ろコスモチャイム、どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から、先頭はカワチトリビュート、短期の逃げに持ち込めるか。ハライールそのうちに続いています。並んで4番シャープチケット、その外からマウントウィング、内からはストーミーロンド、その外からファーストジュリー、内からはグランブルース、その隣にアカーリッド、その外にシックスウィングス、アインサプライズ、そのうちに続いています。内からはコスモチャイム。これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。前に戻りましょう。先頭は依然としてカワチトリビュート、2番手はストーミーロンド、シャープチケット、3番手、さあカワチトリビュート逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭はハライール、あと 200m、 先頭はハライール、リジュードパール必死に追いすがります。2番手はリジュードパール、ハライールゴールイン、ハライール1着、2着にはどうやらリジュードパール、勝ったのはハライール、見事な勝利です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。クールタフネス前に行きそうです。ブルーダスター、それに続いています。さらにはセイメモリー、12番フラワーパーク、その後ろ。それでは先頭からクールタフネス先手を取りました。並んで9番ブルーダスター、マインドゲームズ、そのうちに続いています。その外にセイメモリー、さらにはナガーミラージュ、この辺りで先頭が変わりました。シグナルエリート、2番手はマインドゲームズ、ブルーダスター、3番手フラワーパーク、いい位置。果たして先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立った、マインドゲームズ、マインドゲームズ先頭、残り 200m、 マインドゲームズ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。フラワーパーク、フラワーパーク、もう一伸び、フラワーパーク、フラワーパーク、1着、2着にはどうやらアナバー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フラワーパーク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。まずは先行争い、ファビュラスラフイン前に行きそうです。ケンタッキースワロー、それに続いています。さらにはアリゾナアスペン、5番ダンスデザイン、その後ろダンスデザイン、後方に控えました。では前の方から、
先手を取ったのはファビラスラフイン。では前の方から見てみましょう。ノーザンホール先手を取りました。その外からケンタッキースワロー、内からはサンライズアクト、これに続いてアリゾナアスペン、好位置をキープしています。ファビラスラフイン、その外からグレースステディ、青の帽子キャッシュタウン、その後ろすぐ隣にキャッスルマンボ、内からはトールサスピション、フローラルシータ、そのうちに続いています。その隣にクリスマスシャトル、その横にビーチワンダー、その外にハイランドギフト。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からファビラスラフイン、先手を取りました。その隣にアリゾナアスペン、すぐ後ろにノーザンホール、オレンジの帽子グレースステディー、その後ろすぐ後ろにサンライズアクト、並んで11番アイアンバック、すぐ後ろにケンタッキースワロー、さらにはゴールサスピション、並んで14番ブランドシュート、キャッスルマンボ、この馬もこのグループ、内からはフローラルシータ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭は依然として12番ファビラスラフイン、アリゾナアスペン先頭に襲いかかってきました。ケンタッキースワロー3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ファビラスラフイン先頭、あと 200m、 ファビラスラフイン先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。ファビラスラフイン一気にダンスデザイン、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 1着2着にはどうやらファビラスラフイン、勝ったのはダンスデザイン、見事な勝利です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはハードシーコスモカウンター、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくコスモカウンター行きました。続いて前へ行くのはハワイアンライツ、さらにはアルハース、16番クロスニンファ、その後ろもう一度先頭からコスモカウンター、先手を取りました。すぐ後ろにハワイアンライツ、その隣にアルハース、内からはバラードプレイ、黒の帽子シェーンブリザード、その後ろすぐ隣にパッシングボール、サーストンステラ、すぐ後ろ緑の帽子ノースシップ、その後ろ後ろからの競馬になりました。フサイチコンコルド、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その外にシルバーエミネム、ノーブルビリーブ、すぐ後ろその後ろにサンダスト、しんがりからスリーウッドマン。各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から、先手を取ったのはクロスニンファ、その後ろからはアルハース、その隣にハードシー、すぐ後ろにコスモカウンター、さらにはシェーンブリザード、バラードプレイ、それに続いています。並んで10番ハワイアンライツ、サンダスト、この馬もこのグループ、シルバーエミネム、すぐ後ろ内からはマウントウィングス、その外からサーストンステラ、その隣にパッシングボール。さあ先頭はハードシー、アルハース、ほとんど差がありません。クロスニンファ3番手、フサイチコンコルド、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。先頭変わってアルハース、アルハース、先頭、2番手はハードシー、先頭を捉えるか。フサイチコンコルド、まだ後ろ、懸命に前を追っています。アルハース先頭、バラードプレイ先頭、あと 200m、 バラードプレイ先頭だ。残り 100m、 バラードプレイ先頭、フサイチコンコルド迫る、大外から一気にノースシップ、ノーブルビリーブ、ノーブルビリーブ、1着2着にはどうやらノースシップ、勝ったのはノーブルビリーブ、見事な勝利です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はハーバーマッスル、ハーバーマッスル先頭、2番手はアグネスアップル、先頭を捉えるか。残り 200m、 ハーバーマッスル先頭だ。残り 100m、 ハーバーマッスル先頭、河内サンライズ、河内サンライズ、河内サンライズ1着、2着にはどうやらアフリカンシャワー、見事に勝ちました。河内サンライズ、シャイニンレーサー完敗です。着外に沈みました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。さあ先頭に立ったのは探しのなる八島ソブリン、抜けた探しのなる迫る八島ソブリン先頭だ。先頭は八島ソブリン、1着でゴール。八島ソブリン1着、2着にはどうやら探しのなる、見事に勝ちました。八島ソブリン、リバーガール敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。